はい、どうも、堀ちゃんです。今回から、まあ、本格的というか軽くですね、バトルフィールド1やっていこうかと思います。マルチプレイヤーをやる前に公式サーバー等の検索の方法を私なりに簡単に説明します。別の動画となっておりますので、まずはそちらをご覧ください。はい、それでは、前回も一応やりましたけど、マルチプレイヤーのやり方、まずは基本的にサーバーブラウザーを選びましょう。クイックマッチを選んでも基本的に戦闘はほぼできません。選ぶと1回も押しますね。ピングを揃えるのもいいですし、まずピングを揃えましょう。プレイヤーを揃えてもいいんですけど、普通にプレイヤーを揃えると日本サーバーとかアメリカサーバーとかドイツサーバーとかはいろいろ出てきちゃうので、ここで日本の公式サーバーとか検索する場合は一番簡単なのは JP って言ってしまうとほぼ出てきます。で、まずですね、公式サーバーに紛れ込んで偽物のレンタルサーバーが混じってますので、一応それも紹介します。このようにここまで、この JP のところまでちょっと似てるんですけど、本物はこれが7桁です。7桁あれば大体本物です。ここは9桁、こっち6桁、これ両方とも偽物です。入ってしまうと一応レンタルサーバーなんで、レンタルサーバーの場合サーバーの主がキックとかバンをする権利を持ってますので、それやられると強制的に追い出されます。基本的に公式サーバーよりは安定はしてないですね。公式サーバーはこのダイスのやつとか、大体7桁のものはちょっと公式サーバーです。この時間帯ちょっとあんまりプレイヤーいないんですよね。一応さっきコンクエストにチェック入ってたんで、コンクエストのチェック抜いても多少は出てきますけど、この中で公式サーバーで今やってるのはオペレーションキャンペーンとコンクエストとノービジョンプレイかな、まさにやってる。コンクエストこれちょっと人が集まりませんから一つあるぐらいですね。こんな感じで公式サーバーの検索方法は以上です。このまま戦闘に移っていきましょう。とりあえずチームデスマッチの中、少し空いてるやつあったんで、すぐ行きます。味方が優勢を確保。仮面が映らん。ハンドガンするか。
をつけろ。残り 50% 巻き返しを図れ。すんごいエイムひどい。これは本当に練習しなきゃダメだな。キープThank you.
ちょっとね、今日 FPS 措置出ないな、あんまり。環境悪いのかな。3キルのアデス、こんなもんか。とりあえず、まあ今回はこれだけにします。ですね、動画途中でね、バグって止まってしまったんで、今ちょうど終わりのところを撮っています。こんな感じで戦闘のプレイ動画ですね。まあヘッポコすぎてごめんなさい。次回からももっと練習して頑張ります。チャンネル登録、コメント、評価とぜひよろしくお願いいたします。以上、ホリちゃんでした。さようなら。